カルガリー、カルガリーは、カナダ西部のアルバータ州にある都市である。同州最大の都市活動国有数の世界都市である。アルバータ州の南部、カナディアンロッキー山麓から東におよそ80キロメートルの高原地に位置する。カルガリーからエドモントンを結ぶ地域は、人口密度が高くカルガリーエドモントン街道と呼ぶ。都市の近郊にあるいくつものマウンテンリゾートを含め、 ウィンタースポーツとエコツーリズムが盛んな場所として知られる。代表的な年間行事にカルガリー・スタンピード、フォーク・ミュージック・フェスティバル、ライラック・フェスティバル、グローバル・フェスト、カリブ系の祭りとしては、国内で2番目の規模を持つカリフェストなどが開催される。カルガリー・スタンピードで有名であることから、スタンピード・シティ、ザ・スタンピード・シティの愛称を持つ。アルバータ・デュでも知られ、牛の街、 カウタウン、カウトウンとも呼ばれる。ヨーロッパからの入植が始まる前、この地域は先住民ブラックフット族の領地であった。少なくとも1万千年前から定住していたとされる。記録に基づくと、カルガリーに訪れた最初のヨーロッパ人は探検家のデイビッド・トムソンで、1787年に、ボーカワ付近にあったペーガン族のキャンプ地で冬を過ごしている。 そして1873年、ジョングレンがカルガリーの地域に入植した最初の入植者とされる。北西騎馬警察、現在の RCMP の中屯地となり、当初はホートブリスボはホートブリズベワと呼ばれた。1876年にホートカルガリーと改名された。カルガリーの名はスコットランドの丸島の地名から来ており、ゲール語で輝く水を意味する。 1883年にカナダ太平洋鉄道 CBR がこの地域に開通し駅が建設されたことでカルガリーは周辺地域の商業と農業の中心として発展した CBR の本社は今もカルガリーに置かれている1884年に調整が敷かれまだノースウェスト順州に属していた1894年に 同巡州内で最初に姿勢が敷かれた都市となった。1902年に石油が発見されたものの、これは短期的なブームで終わり、州の重要な産業とはならなかった。1947年に巨大な油田が発見されると、カルガリーはこの後すぐにオイルブームの中心とな、1973年の第一次石油危機で原油価格が上昇したことで、 町の経済は大きく発展した。1971年から1988年の17年間で25万4000人増え、さらに次の18年間で33万5000人も増えた。このブームの期間、都市の急速な開発と建物の高層化が進み、今もこの流れが続いている。カルガリーの経済は石油産業の影響が大きく、1981年に ネオ平均の原油価格がピークとなった際、都市のブームもピークを迎えた。その後、原油価格の低下と、連邦政府の資源政策によって、石油産業は低迷し、カルガリー経済の足かせとなった。1980年代中頃、ブライアン・マルルーニー政権下の元ネップの政策が取り消されたことで、原油価格は低迷していたにもかかわらず、1990年代までには、 経済は完全に回復した。エネルギー関連企業は非常に多くの雇用者を抱えており、1980年代の経済不況で考えられないほどの失業者を出した。失業率は急激に上昇したものの、10年間の間に経済は回復を見せた。この教訓から石油と天然ガスの産業に依存した体質からの脱却が図られ、その後、 市の経済と文化はより多様な都市へと移り変わった。これによってカルガリーは中規模な都市でかつ特徴の少ない草原の都市から国際的な大都市へと変貌を遂げた。変貌の最中、か、1988年2月にカナダでは初めて開催された冬季オリンピックはカルガリーを世界の表舞台に登場させる大きなきっかけとなった。この時高速スケートリンクとして知られる。 オリンピックオーバル、オリンピックオーバルがカルガリー大学に建設された。カルガリーとアルバータ州の経済はブームを迎えており、カルガリー地域の人口は110万人近くに迫るなど、国内で最も高い成長を見せている。石油、天然ガス産業が市の経済の大部分を構成している中、市は他の分野への投資にも力を入れている。観光業が 市の産業で成長している分野の一つで、年間で310万人以上の観光客が、カルガリースタンピードをはじめとして、様々な祭典や工業に訪れている。マウンテンリゾートの近くにあるバンフや、レイクルイーズ、キャンモアなどは、観光客に人気があり、そのため、人々は、カルガリーにも足を運ぶ結果となっている。その他、力を入れている産業に製造業やハイテク産業、 映画産業、運送業、その他のサービス業なども含まれる。しかし近年、急速な成長によるインフラ整備の遅れや大規模な住宅価格の上昇によって、51%のカルガリーの人々はここ3年間で生活のが低下したと感じている。カルガリーはロッキー山脈のふもととカナダ平原の間に位置し、氷河期の後に形成された湖に溜まった土砂が川に、 削られ、いくつもの丘ができている。海抜は、約千メートルである。市内には二つの代表的な川が流れており、西から南に流れるボーカーが、最も大きい。エルボー川は、南から北へ流れており、市街地の近くで、ボーカーと合流する。この合流点には、ボーカーの中洲の一つであるセイント・パトリック島、英語、ショートトン、パトリック・アイランドが存在しており、 公園として整備されている。地域の気候は一般的に乾燥しており、自然の植生は川沿い、北部丘陵、ノーズヒルド、フィッシュクリーク州立公園などに限られている。市内のダウンタウン地域は5つの区域で構成されており、オークレア、フェスティバル地区を含むやダウンタウンの西部、商業中心地、中華街、イーストビレッジ、リバーズ地区の一部でもあるに分かれる。 道路が南北、東西に走区域ごとの番号で示される。商業中心地はいくつかの地区に区分でき、繁華街のスティーブン通りやエンターテイメント地区、芸術街、行政地区などを含む、ダウンタウンから南の9番通りには人口密度が特に高いベルトライン地区がある。カルガリー郊外にはコクランやオコトクスといった街がある。前者は 北西1 8キロメートルの人口17000人で、ハイウェイ 1A と22が通る。校舎は南1 8キロメートルで人口25000人という巨岩があることで有名である。カルガリーは、欠片の気候区分では、ステップ気候、BSK に属し、寒気が長く、冬は変化に富んでおり、夏は短くて暖かい高原の大陸性気候になっている。都市の気候は、 標高の高さと近くにそびえるカナディアンロッキーの影響を大きく受ける。冬のカルガリーはフェーン現象の一種でチヌークと呼ばれる太平洋から吹く季節風の影響で暖かく乾燥した風が吹くため数時間で気温が最高摂氏15度上がり冬の半分は1日の最高気温が摂氏0度を超え場合によっては摂氏15度まで届くこともある。一方、 北極からの強力な寒気岩に覆われると、低摂氏40度近い気温が観測されることも珍しくなく、同じ冬の間でも寒暖の差が非常に激しい。カルガリーの気象観測地点である郊外のカルガリー国際空港において、過去に記録した最低気温は1893年の低、摂氏45度で、最高気温は1919 19年の摂氏36度である。 毎年平均5日ほど低く、摂氏30度を下回るが、一般的に寒い期間が長く続くことは少ない。1月の平均気温は低く摂氏7.1度で、1961、1990年平均値の低く、摂氏9.6度よりも摂氏2.7度も上昇している。7月の平均気温は摂氏16.5度で、 1961-1990年平均値と比べても夏季は平均気温の上昇はほとんど見られないなど、冬季の温暖化が目立つ。標高が約1000メートルと高く乾燥しているため、夏でも夜になると気温が下がりやすく、最低気温が摂取8度まで下がることもある。このため、年間を通して冬でも夏でも霜が降りる可能性がある。また一般的ではないが、 夏の7月と8月でも雪を経験したことがある。しかし、夏のカルガリーは、通常暖かく、気温摂氏30度を超える日が、毎年平均4日ほどある。東部のトロントやモントリオールなどと違い、夏のカルガリーで湿度が高くなることはなく、冬の平均湿度は55%、夏は45%で、プレイリーにある、諸都市と同じく典型的なステップ気候を特徴とる。 日照時間は年平均2396時間で、カナダ国内で特に日照時間の多い都市の一つで、ある。年平均降水量は418.8ミ、mm、リメートルで、このうち128.8センチメートルは降雪量。5月から8月の降水量が多く6月が最も多い。2005年6月に248ミ、mm、リメートルの降水量を記録し、 月間の降水量としては観測史上過去最高を記録した。干ばつは年間を通していつでも起こる可能性があり、数ヶ月から年間に及ぶこともある。市内の東へ向かうほど降水量は減るため、東部の土地は木々がなく緑が少ない。年平均20日以上のサンダーストームが見られ、多くは夏に見られる。ひの嵐が降ることもあり。 1991年9月7日、カルガリーに降った氷は町に4億カナダドルの被害をもたらし、カナダの歴史史上最悪の自然災害の一つとなった。カルガリー市街の風景は都市の成長とともに大きく変わってきた。国内でも多様性に富んだ町として知られ、近代的な国際都市としての特性を持つ。その一方で歴史あるホテルやバー、ナイトクラブ、 アイスホッケーなども今に続いている。1990年代の復興で、カルガリーはカナダ国内におけるカントリーミュージックの中心地となり、ナッシュビル・オブ・ザ・ノース、ナッシュビル・オブ・ザ・ノースとしばしば呼ばれる。また、ポップスやロック、ヒップホップ、エレクトロニック、そしてカントリーなど様々な分野の音楽が幅広い、年代に親しまれている。民族構成も多様で、チャイナタウンや、 リトルイタリーなど、エスニックタウンも数多くある。フォーレストローン地区は、最も多様性の富んだ地区であり、市内東部の17番通り周辺は、インターナショナル通り、と呼ばれる。17番通り、やケンジントン、イングルウッド、フォーレストローン、マルバループ、ミッション地区、などの地区は、人口増加が目立って多い。カルガリー公共図書館は大規模な中央図書館を、含め、 市内に17の図書館を構える。舞台芸術ほか、文化、コミュニティの施設として利用されているジュビリー公会堂は、エドモントンとカルガリーにそれぞれ同じものがあり、地元では、ジュービー、ジュベの愛称で知られていい。収容2700席あり、1957年にオープンした。どちらも、数多くのミュージカル、演劇、ステージショーなどが上演されてきており、 年間85万人以上の入場者がある。カルガリーのジュビリー公会堂は、アルバータバレエ団や、カルガリーオペラ、キワニスミュージックフェスティバル、リメンバランスデイなどの本会場として使われている。エドモントンとカルガリーのジュビリー公会堂はどちらも年間365日運営されており、州政府によって管理されている。カルガリーには多くの劇団があり、ワンイエローラビットや、 シアター・カルガリー、アルバータ・シアター・プロジェクト、ATP に加え、カルガリー公共楽団が、エップコーセンターを共有している。このほか、小さな劇場や舞台も市内に数多くある。シアター・スポーツで知られるインプロの発祥地でもあり、カルガリー国際映画祭も毎年開催される。世界クラスのマーチングバンドがいくつもあることで知られる。市内で、 最もよく知られた博物館は西部最大で美術館も含むグレンボー博物館である。他の博物館では北米最大規模の中華文化センターをはじめとしてカナダオリンピック公園内にあるカナディンオリンピックの伝道軍事博物館、カルガリー航空宇宙博物館などがある。そしてスティーブン通りと十七番通り界隈にはいくつもの画廊があり、その中で カルガリー美術館 AGC が最も大きい。カルガリーはいくつもの大きな行事や祭典を毎年開催しており、その中には成長株のカルガリー国際映画祭、カルガリーフォークミュージックフェスティバル、グリークフェスティバル、カリフェスト、ライラックフェスティバル、グローバルフェスト、エキスポラティの他多くの文化、民族の祭りが開催される。カルガリーで 最もよく知られたイベントは、カルガリンスタンピードで、毎年7月に開催され、国際的によく知られている。ロデオの祭典、催し会場、ステージショー、農業コンテスト、チャックワゴンレース、先住民の展示会などが催される。90年以上の歴史を持ち、2005年のロデオの祭典では10日間で124万人以上の観光客が訪れた。 カナディアンロッキーに近いことから、カルガリーは伝統的に冬のスポーツが盛んである。1988年に冬季オリンピックを開催したことで、代表的なウィンタースポーツの施設が多くある。カナダオリンピック公園には、リュージュ、クロスカントリースキー、スキージャンプ、格好、スノーボードの他夏のスポーツの施設としても使われており、オリンピックオーバルはスピードスケートや、 アイスホッケーの競技施設として使われる。これらの施設は多くのトップアスリートが練習会場として利用している。夏になると、ボーカ川は魚釣り客に人気な場所へと変わる。ゴルフもまた、カルガリー市民にとても人気な活動の一つで、いくつものゴルフコースがある。カルガリーには多くの都市公園があり、フィッシュクリーク州立公園やノーズヒル公園、 ボーネス公園、エドワーシー公園、イングルート鳥類保護区、コンフェデレーション公園、プリンス島公園などがある。ノーズヒル公園は、カナダの都市公園で、最も規模の大きい公園、約11平方キロメートルで、周囲は、宅地開発が進んでいるが、バッファローが群生していた時のままの姿を残し、干木だけが生い茂る、散策の場として市民に愛されている。 カルガリーのダウンタウンには、様々なレストランやバー、文化施設、ショッピングセンターなどが多岐にわたってあり、TD スクエア、カルガリーイートンセンター、スティーブン通り、オークレアマーケットなどがよく知られる。市民広場である、オリンピックプラザをはじめ、ダウンタウンの観光地には、カルガリー動物園、テラス世界科学館、テラスコンベンションセンター、中華街、グレンボー博物館、カルガリータワー、 カルガリー美術館、AGC、エップコーセンターなどが含まれる。デボニアン庭園は、広さ1 0ヘクタール、2.5エーカーあり、屋内型の都市庭園としては、世界でも最大規模の大きさを持つ。ダウンタウン地区にある公園では、オークレア地区の北部に位置する都市公園、プリンス島公園がある。ダウンタウンのすぐ南は、都心部でも特に人口密度が高く、 多目的利用として使われているミッドタウンとベルトライン地区ががっている。この地区の中心部にある17番街には多くのバーやナイトクラブ、レストラン、商業施設が立ち並ぶ。カルガリーフレームスが2004年のプレイオフに進出した際、17番街には試合が行われた前夜、5万人のファンとサポーターが集まった。 市内西部の観光地には19世紀後半から20世紀初期ののアルバータ州の生活を再現した歴史村、ヘリテージパークがあり、蒸気機関車や外輪線、路面電車などの乗り物がある。歴史村には建物のレプリカだけでなく、アルバータ南部の歴史的な建物を移築してきたものもある。他の代表的な観光地にはカナダオリンピック公園、 カナディアンオリンピックの殿堂や灘西部最大の遊園地、カラウェイパーク、馬術や障害飛び越し競技の施設スプルースメドーズなどがある。さらに市内には多くのショッピング街があり、郊外型の大型複合ショッピングセンターがいくつもある。最も大きいのが南部にあるチヌークセンターとサウスセンターモールで、南西部にはウエストヒルズとシグナルヒル、南東部は サウストレイルクロッシングとディアンホット、メドウズ、北西部はマーケットモール、北東部にはサンディッチモールがある。カルガリータワーとスコシアバンクサドルドームはカルガリーの景観を象徴するユニークな建築物の一つでダウンタウン中心部には多くの超高層ビルが立ち並ぶ。オフィスビルが商業中心地に立ち並び、高層コンドミニアムなどの高層住宅は ダウンタウン西部とベルトラインに広がっている。これらの建物からは、各段階ごとに建てられてきた街のブームと不況の歴史を垣間見ることができる。最初に訪れた超高層ビル建設ブームは1950年代後半に始まり、1970年代まで続いた。1980年の後、景気交代の最中、多くの超高層ビル建設計画は頓挫し、 1980年代後半までは建設が停滞した。1990年代の初めになって、ようやく大規模な建設が再開された。市内には150メートル、500フィート以上のオフィスビルが10棟あり、最も高いのが、ペトルカナダセンター、215メートルで、トロント以外では国内で最も高いオフィスビルである。現在、 これよりも高いオフィスビルの建設計画がいくつも進んでおり、これらはザ・ボー、ジェームソンプレス、ペニーレーン、タワーズ、イーストとウエストの二棟、センテニアルプレス、二棟、シティセンター、二棟などである。大規模な住宅プロジェクト、多くはコンドミニアムも、また建設中、または計画が提案されている。市内のダウンタウンにはオフィスビルをつなぐ。 国内歩道橋、スカイウェイのネットワークが広がっており、その規模は世界でも一番大きい。ビルをつなぐ歩道橋のネットワークは公式にプラス15、プラス15と呼ばれ、名前の由来は多くの橋が地面より4.6メートル、15フィート高いことに基づく。カナダ統計局によると2006年統計でカルガリー市の人口は988,193人。 カルガリー都市圏の人口は107 9310 10人である。2001年統計で5歳未満の人口は6.0%で、アルバータ州平均の6.2%、カナダ平均の5.6%とほぼ同様である。65歳以上の高齢者人口は9.0%で、全国平均の13.2%と比べ低い。そのため、平均年齢は、 全国平均の37.6歳より低く34.9歳となっている。1996から2001年の5年間の人口増加率は15.8%であり、週の10.3%より高い数値を残した。2001から2006年でも増加率12.4%と高い成長を維持しており、カナダ国内で最も成長が著しい都市である。 カルガリー市は行政区分上第6区分に属し、経済圏ではカルガリー地方に含まれる。民族構成は大多数がヨーロッパ系で人口のおよそ79%を占める。残りの2.3%は先住民、中国系は5.9%、南アジア系4.2%、フィリピン系1.9%、アフリカ系1.5%、 ラテンアメリカ系1.0%と続き、他多数含まれる。人口が増えたことにより、政治も多様化してきているが、カルガリーは伝統的に保守派が強く、州レベルではアルバータ進歩保守党が連邦政府の議席では、カナダ保守党が多数派を占める。後に合併し、カナダ保守党となる改革党はカルガリーを発祥とする。 カルガリーの経済は多様化が進んだ今も、なお、石油と天然ガスが主要産業となっており、BP、エンカナ、インペリアルオイル、ペトロカナダ、シェルカナダ、サンコーエナジー、トランス、カナダなどの大企業が入っている。そして、カナダ国内の石油と天然ガスの87%を生産し、石炭は66%生産している。 1996年、カナダ太平洋鉄道 CPR は本社をモントリオールからカルガリーに移転させ、市内で最も多くの雇用を抱える企業に成長している。2005年にはインペリアルオイルが本社をトロントからカルガリーに移転させ、これにより税金の負担が安いアルバータ州の恩恵と石油基地により近い場所へと移った。他の主要大企業はあってこ。 フルーアカナダ、ホルツァーニグループ、ノーテル、ショーコミュニケーション、テラス、ウエストジェット航空などがある。2005年における市内の失業率は3.1%で、国内でも特に失業率が低い都市の一つである。2006年10月、エンカナ社は59階建ての超高層ビル、ザボーをダウンタウン中心部に建設することを発表した。完成すれば、 新しい本社ビルとなり、トロント以外では国内で最も高いビルとなる。カルガリー大学が最も代表的な教育機関で学生数2万8千人を超える。次に大きいのがで学生数1万3千人を抱える。このほか、技術専門学校であるセイ、ボーバレーカレッジ、アルバータ美術デザインカレッジ、エイキャド、チヌークカレッジなどがある。また、 デスブリッチ大学のサテライトキャンパスも市内にある。英語教育の公立学校システムはカルガリー教育委員会によって運営されており、学校数は約215校、K 1 2に所属する、学生数はおよそ9万7000人であった。その他に、英語教育のカルガリーカトリック教育委員会に所属する93校におよそ4万3000人が通っている。 フランス語教育の教育委員会、一般とカトリックを含むは、規模が小さいが運営してい地域の範囲は、カルガリー郊外の広範囲に及ぶ。カルガリーにはユニークな学校がいくつもあり、公立のチャータースクールが数校、国内初となるオリンピック選手育成を目的とした国立のトップアスリート養成校、高校がある。私立のチャータースクールもあるほか、 2005から2006年度における学生数が2241人に在籍するカナダ西部最大のマンモス校、ロード、ビーバーブローク高校がある。カルガリーはカナダ中西部における交通の拠点として位置づけられており、市内北部にあるカルガリー国際空港、ユークは利用客数で国内4位の規模を持ち、貨物でも重要なハブ空港として機能している。 国際線で国内を経由しない直行便はアメリカ、ヨーロッパ、中央、アメリカ、そして2010年より東京へも定期便が飛んでいる。トランスカナダハイウェイとカナダ太平洋鉄道 CBR もまた走っており、この主要路線が貨物の重要なハブとなっている。なお、鉄道による一般乗客向けの定期路線は廃止されているが、下記には バンクーバーとの間にロッキーマウンテニア社による観光列車がキュービア鉄道駅であったから運行されている。また、エドモントンのとの間に高速鉄道を建設する計画もある。カルガリー交通局はバスとライトレールによる公共交通サービスを提供しており、鉄道路線はシートレインと呼ばれる。路線距離は 56.2km に及び2つの路線を持ち、 北米では最も成功した LRT 路線と言われる。シートレインはダウンタウン中心部の区間に限り無料で乗車できる。バスは160以上の路線を持ち800台のバスで運営されている。また市内には自転車専用道路が通り沿いに設けられており、その道路網は距離にして 260km 以上に及ぶ。カルガリーには フットヒルズメディカルセンター、ロッキービュー総合病院、ピーター・ローヒードセンターの3つの代表的な総合病院がある。いずれもカルガリーヘルスリージョンの管理下にある。20世紀初頭、カルガリーにカナダ軍の駐屯地が建設されたことで、カナダ軍は市内の経済と文化の一部を形成していた。百九十八年に市内にあった国防省の施設が閉鎖され、 多くは、エドモントンの中東地へと移されたが、今もカナダ軍の施設はいくつか残っており、運営されている。カルガリー・ヘラルドとカルガリーさんが、カルガリーの主な新聞紙である。これに加え、グローバル TV や、シティ TV、CTV、CBC のスタジオが置かれている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。